なぜ逸見はあんな死に方をしたのか。この中の誰かが彼女を殺した。私の父親は老舗の料亭小南の三代目だ。後を継ぐのは兄と決まっていた。華やかすぎるものは品がないと幼い頃から教わってきた。キッチンがあるんですか？私をサークルに入会させていただけませんか？すいません。お気の毒だったわね、小南赤目。そんな応募許されません。警察に行きましょう。立派な犯罪ですよこれ。暗黒女子。